はい、ここではまず痛みについてお話ししていこうと思います。これを見られている方の多くは、当院に来られている患者さんであったりとか、あとはこの YouTube チャンネルっていうところを登録していただいて、体の痛みやしびれ、そういったところでもお悩みの方ってたくさん多いと思いますので、まずはそこの解決方法っていうところを、姿勢とか筋肉だけの話ではなくて、体の栄養状態っていうところからどう改善することができるのかっていうところをお伝えしていこうと思います。まず痛みはそもそもなんで起きるのかっていうところから、あなたに知っておいていただきたいなと思いますので、ちょっと専門的な話で訳が分からなくなるかもしれませんが、少し、ここだけは自分の頭の中に入れておいてください。痛みは結局ですね、脳で感じます。脳で感じますが、その脳に指令を発生させるのは、これはセンサーがたくさんあります。体の中にセンサーが、そのセンサーを一つずつ、ちっちゃいのを一つずつポリモーダル受容器っていうふうに言います。ポリモーダル受容器ですね、こんな専門的な知識は別にどうでもいいんですけども、このポリモーダル受容器っていうものがたくさん含まれているのが筋肉です。なのでやっぱり姿勢の状態だったりとか、体の動かし方っていうところはとっても大事になっていきます。この筋肉にポリモーダル受容器、センサーとか痛みを感じるところは 90% 体の中にありますので、あなたの痛みの多くは筋肉にあります。だいたい痛みを感じている人のほとんど9割以上が筋肉の問題です。残りの 6% ぐらいは脂肪であったりとか、関節包、あとは骨膜って言われるところから起こってきます。例えばですね、おっぱいギュッて思いっきり掴むと脂肪をつままれたら痛いですよね。あれは、脂肪から起きてくる痛みです。あとは関節包、脱臼をしてしまったら痛い、それも関節包の痛い。骨膜っていうのは骨折をしたら痛いですよね。それがここの部分 6% の中に入ります。じゃあ残りの 4% は何なのかっていうと、それは神経の問題です。神経ですね。これに関しては、後でちょっと分けて話さなきゃいけないので、ちょっと神経の部分は置いておきますが、ここの 96% のところは、まずこれが酸素不足です。酸素不足、ここの酸素不足が起こってしまうと、ここで、ポリモーダル受容器っていうところが反応しやすくなってしまって、脳に痛みとして届いてしまいます。脳に痛みとして届いてしまうっていうところですね。なので運動したらその時は楽とかっていうのは、ここの血流だったりとか酸素状態というところが改善されて、少し、脳に届いている痛みっていうところが減っていく、なくなっていくっていうところです。私の治療によって、なぜヘルニアとか脊柱管狭窄症、あとすべり症とか座骨神経痛、あとは膝の関節の痛みとか、そういったものがなくなるのかっていうと、ここの酸素不足を、筋肉の状態を調整してあげたりとか、関節の状態を調整してあげることによって酸素不足を解消してあげるから、だからここの痛みがなくなっていきますよっていうところになっていきます。まあこれがちょっと概論的なところで、まあ覚えておかなくてもいいんですけれども、体の中で酸素が減ってしまうと痛みが起こってしまうっていうところは一つ押さえておいてください。大事なポイントになっていきます。ではこの酸素不足を起きないように、起きないようにさえしてあげれば痛みっていうのは起きてこないんですけれども、なぜ酸素不足に陥るかっていうと、体の中で酸化っていうものが起こってしまいます。酸化ですね。不飽和脂肪酸って言われる油が酸化してしまうこと、酸化してしまうことによって、酸素不足に陥って痛みにつながっていきますので、じゃあこの酸化を引き起こさなければいいわけです。酸化が引き起こされてしまうのは、体の中のビタミンが足りなくなってしまうからです。まずはビタミン E って言われるものですね。ビタミン E、 ビタミンってこうやって書きます。ビタミンE が足りなくなってしまうから、これが足りなくなってしまうと、体の中で酸化が引き起こされて痛みにつながりますので、まずは体の痛みでお悩みの方は、このビタミン E っていうものを多く摂るようにしましょう。まずこれだけ押さえておいてください。ビタミン E が含まれている、多く含まれている食材としては、ナッツとかクルミ、アーモンドとか、
そういったものに多く含まれています。ナッツ、クルミ、アーモンドですね。これはすごくですね、体の、炎症を抑えていくのにも一役買ってくれるいい油がたくさん含まれているものです。できるだけローストされてあるもの、ローストされてあって油だったり食塩というものを使われていないナッツ類です。ナッツ類、ナッツ類ですね。これをお菓子代わりに取っていただいて構いませんから、もしあなたのおやつ、お菓子が、間食がチョコレートだったりとか、甘いもの、あとは他にもおつまみとかでしょっぱいものとかを取られるのであれば、それをナッツ類に変えていただくこと、これだけであなたの痛みっていうところは少なくなっていく可能性がとても高いです。この酸化を防ぐことができるので、酸素不足に陥らずに、痛みっていうところが減っていくっていうような流れになっていきますので、まずはこのナッツ、ナッツ類とかを取っていただくのが一番いいかなと思います。なかなか取りにくい方はサプリメントとかで、補っていただくのも一つ有効な手段かなとは思いますが、できれば食材から、食品から取っていけるのが一番ベストだと、考えてますので、まずこのナッツ類を取ってみてくださいっていうところがまず一つ目。そしてもう一つは乳酸っていうところです。乳酸、乳酸って聞いたことあると思いますが、体の中の乳酸が溜まってくると、体の中で乳酸が溜まってくると、それも痛みを引き起こしてしまう原因になってきます。つまり代謝が悪いってことですね。体の中の湯が、ずっと溜まり続けてはいけないようなものが溜まり続けてしまう。そうなってくると、乳酸が溜まり続けて、そこでも酸素不足とかを引き起こしてしまうので、この乳酸とかを、起きないようにしていくにはビタミン B1 が必要になります。今度 B1 ですね。ビタミン B1 が含まれているのはお肉類であったりとか、豚肉であったり、そういったもの、あと大豆類とかにも多く含まれていってます。大豆類、豆とか枝豆、あとは味噌だったりとか納豆とか、そういった大豆類にもビタミン B1 っていうのは多く含まれてますので、そういったところもちょっと意識して取るようにしていただくといいと思います。なのでもしあなたが、痛みとかしびれ、そういったものでお悩みなのであれば、お菓子はナッツ、お菓子をナッツにすること、そしてビタミン B1 ですね。お肉とかが苦手な方は大豆であったりとか、そういったものを取っていただくようにすること、そこをちょっと気をつけていただいて、まずはご自身の食生活っていうところを見つめ直していただければと思います。ちょっとぐちゃぐちゃしてしまいましたが、結局言いたいことはこのビタミン不足ですね。ビタミン不足に陥って痛みを引き起こしてしまうこともたくさんありますよっていうことを、お伝えしたかったので、そこだけまずは改善してみていただければと思います。